で内心線は三角形のこの2等分のところへすると、これ実はこれ2等分してもまずいます。でこれは難しいんで証明をいいとしまして、うん、こうなるけれども、もし普通の作戦ならば、普通の作戦というか仮に作戦とするならば、例えばこの長さを足したことになった、そしたらここのところが点々になったら8対5になるんですよね。そしてこの長さがもし分かったとして、例えば10これが13とします。例えばそしたらここが8で、ここが8でって言ったら、まあちょっとそういうことはおかしいから、数字が合いませんので変えますけど、例えばここの長さが、7だったとしたら、13分の、8の7倍がここになるんだね。そしてここが13分の5の7倍になるんですね。そして今度はそことそこでこれをやれば出てくるだろうとか、いろいろあるんですけど、これは長さが分かってません。全然で長さを求めてもいいでしょうけど、まあいろいろ試行錯誤した挙句、うん、内心だから間違いないのは、うん、ここの長さ出してますか、解答は。どうしてます？やっぱ出さないといいんだろうね。そして出して、この長さいくらですか？ AB でいくらになってますか？13ですね。AC は14。したら13と14で、こう13対14に内分する点、この点っていうのは、はっきり言うと13対14になってるわけですね。14でしょ。して14の、結局この座標が出るときに、ここの座標の点っていうのはこの x 座標、して13で y 座標、ここあります。要するにこの b の座標、BC を13対14にするから、こういうふうに置けるって分かりますか？これ B の座標が入りますよ。C の座標が入りますよ。そしたらこの座標が出るでしょ。13対14。で、その次に分割した方がいいんで、今度こうなりました。そしたらこれ13でしょ。そしたらこの BC の中も出てるでしょ。BC いくらですか ?15。そしたら15。そしたら15だけど、15×13 と14出したら27、27分の13ですね。してここの座標も出てますね、今の話でね、出ましたね。ここは出てますね、マイナス50。多分この座標も出ます。取り方はいくらでもできますけど、こっちから行くやり方もあるけど、こっちで行くとか、そしたらもうあとはこの長さとこの長さの比でここ出す、こういうやり方だと思います。よろしいでしょうか。ただ、ベクトルが何だも違うやり方がありますので、まあ、これはこれでこういうふうにやるんだということで考えてください。よろしいでしょうか。